こんにちは、日野です。今日は2022年の10月の5日になります。最近断捨離を、しているということで、僕自身、もともと整理が下手くそなんですけれども、大型でね、こういい加減な部分が多々ありますので、血液型のせいにしたらいけないですけれども、もともと大雑把なところはありますけれども、今ちょっと整理をしていってるところなんですけれども、つまりもね、こう空白ができるとね、気持ちいいんで、空白はね、大事だよねって言ったら、偉そうに言ってたもんでね、どの口が言ってるのっていうふうに言われまして、確かにそうだなというところで、何も言い返せなかったんですけれども、で、いろいろ断捨離をしていると、過去にね、いろいろしてたことが、ノートとか出てきて、そういうのを見てると、日記帳、3年間の日記帳、3年つけられる日記帳ってよくありますよね、3年とか5年とか。で、その日記帳も出てきまして、で、見たらですね、1月7日で終わっておりました。その年の1月7日で終わってまして、ああいうの、僕すごく苦手でですね、書き続けるって本当難しいですよね。で、また出てきたのですね、1月7日までで終わってましたので、あと2年間とその残りの、残りの年の分は全部まだまだ白紙状態ですね。これもう一遍使おうかなと思ったりもするんですけれども、ノートとかもなんかいっぱい出てきてですね、で、初めに書きかけてもう終わってるとかねっていうのが結構ありますね。だから、そのあたりね、書くっていうことが自分は苦手なのかなっていう、書き続けるっていうんですね。だから手帳もですね、僕苦手で、手帳は今持ってないんですよね。もう全部予定はこの携帯、スマホの方に Google のカレンダーっていうんですかね、Google のカレンダーか、スマホのカレンダーがありますので、そっちの方に全部予定を入れてますね。で、しかも忘れっぽいところがあるので、そこに予定を忘れないように入れて、で、通知をして、通知が来るように、通知が2回来るようにしています。通知、予備の通知ってあるんですけれども、そんな感じで今やっておりますね。で、妻はね、逆にすごく毎日毎日に気をつけてるんですよ。だからすごいなと思って、毎日、ちょっとしたことですけれども、ずっと、ね、書いてますね。だからパッと振り返るときに、どこどこ行ったねっていうのを、思い出せないときも、日記を見たら、ここ行ってたねっていうことでわかる。そういうふうに、ちょっと書いておくのはいいですよね。そうすると自分の過程が振り返れる。何をしてたか、どういうふうに思ってたかっていうことが振り返れるので、ちょっとこのあたりを、少しずつ、その3年間の日記帳も出てきたので、それも使ってやってみようかなというふうに思っているんですけれどもね。毎日書く、その時に感謝のこと、感謝できることを書いていくっていうことも一時やってたこともありまして、それは毎日感謝できることを何個でも上げていく、5個とか10個でもいいんですけれども、上げていくだけでもね、日々こう感謝が溢れてるなっていうことに気づけますので、それを僕自身は今常にこう書くっていうことはしてないですけれども、常に感謝できることはあるっていうことで、思いついたらやってるっていう感じなんですけど、あと寝る前にちょっとこう一日を振り返る、今日一日無事過ごせて、ありがとうございますっていうことで、手に感謝するっていうことをねしたりはしてますけれども、書くっていうのはすごく重要ですよね。メルマガはですね、僕自身ずっと、習慣になっているので続けられてはいるんですけれども、実際手を使って書くっていう、そっちの方もすごい大事だと思うんですよね。で、そこに自分の思いとか、これから、やっていきたいこととか書いていけばいいんじゃないかなっていうことを思います。前はね、そういうこと結構やってたんですよね。で、それが出てきて、こう画用紙に箇条書きにずっと書いてあるやつからどうしたいとか、で、ファイリングしてるのに自分の
思いとか書いてまして、でいいなと思ったのが、こう、ね、自分の年表を作る、で未来の年表を作って、それが未来の、ね、年表が、必ずですね、自分がこう逆算していくっていうんですかね、逆算していく、でそれが80歳とか90歳の自分はどうなってるかっていうのを書き出していくんですよね、自分の思い描く。でそれで逆算していくと、今の自分が何をしなきゃいけないかっていうことが分かってくる。だからそのあたりも自分で、ね、振り返って自分で書いてたのを振り返ってみてすごくいいなと感じました。またそれを書き直して新たに作るっていうのもいいと思うんですけれども、まあ、そういうふうに逆算していくっていうのもすごい重要だなというふうに感じます。ということでね、今回は以上になります。ありがとうございます。